高山市。年間400万人以上が訪れる一大観光地で、最近では外国人の姿も目立つようになってきました。今月18日、そんな高山市に初めての屋台村がグランドオープンしました。その名もデコナル横丁。地元の経済関係者がお祝いに駆けつける中、拍手を浴びながら呼び込まれたのはデコナル横丁の仕掛け人。食べて飲んで語り合ってつながり合って、この場所から良いエネルギー、大きいエネルギーをみんなで発信していければと思っております。主婦の店高山店の社長、伊藤道康さん、43歳です。高山の古い町並みをイメージしたデコナル横丁に入るのは現在10店舗。セレモニーに続いて各店舗の看板メニューの試食会が行われました。こちらはご当地食材の飛騨トラフグがメインのお店。店主が目の前で揚げる天ぷらなどが味わえます。そして店主がハワイ出身のこちらは、ハワイアン料理とともに飛騨で採れた鹿などのジビエ料理が楽しめます。さらに飛騨のブランド豚、飛騨馬豚を使った餃子専門店もあります。各店舗は出店費用や毎月の家賃などを主婦の店高山店に納めます。人口減少っていうのはこの高山市でもその例外ではないので、地元のお客さんだけじゃなくって観光客も取り込んだ客層、これをターゲットにすることによって売り上げを上げる、安定化させる、そういうものをやろうと思ってこの屋台村ってのはいいんじゃないかなというふうに作っています。デコナル横丁の敷地内にある主婦の店高山店の本部。中で働いていたのは伊藤さんただ一人。しかしかつての会社は100人を超える従業員を抱え、全盛期には6店舗のスーパーマーケットを経営していました。伊藤さんの祖父が創業したのが1963年。しかし大型スーパーなどの高山への出店ラッシュで低価格競争に巻き込まれ、2014年2月スーパーの事業から撤退しました。伊藤さんは社員として働いていましたが、撤退直後に父親から社長の座を継ぎました。自分がスーパーマーケットに対して問題点というのをずっと抱えてたんですよね。物を安く提供するっていうのはお客さんにとっても嬉しいことだし、我々も商売としてやらなければいけないっていうことなんですけど、その安さを支えている人たちっていうのは実は例えば儲かっていないとか、すごい苦労しているとかっていうことで、その人たちにとっては我々の事業っていうのはお役に立っていないんじゃないのかなっていう思いがすごく強かったので。そんな伊藤さんがなぜ屋台村をオープンすることになったのか、成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。スーパーマーケットにその僕がその疑問とかを抱くようになってから出会ったのが生産者直売所っていうビジネスだったんですよ。でそれは生産者の方に役に立っているっていう自負がある社長さんが結構見えてですね、なのですごくいい顔してたんですよね。屋台村っていう事業ならば、独立して、っていうその夢を持っている人たちにお役に立てて、でその人たちがこう元気に活動する、輝いているっていうのを見ながら、自分も多分その生産者直売所で出会った社長さんたちと同じような考え方、生き方、感じ方ができるんじゃないのかなと。価格競争どうしてもゼロに近づく話なんですよ。限界に近づくっていうけどもゼロに近づいてるんですよね。でも例えば今僕がチャレンジしてるビジネスって、夢見る大人を量産するっていうのをテーマにしてると無限なんですよね。常にベクトルが上の方に向いている。午後6時、いよいよ店が開店。はい、お待たせしました。そこには伊藤さんが思い描いたエネルギーあふれるデコナル横丁がありました。一箇所でいろんなのを楽しめるしね、そう、子供も大人も楽しめる、
旅の方との交流の場みたいな、それも楽しみに期待しとるし、町がなんか活性化してほしいと。そして旅館の料理長を自ら辞め出店した店主は、自分の料理を目の前で食べてもらって、でその感想を聞かせてもらって、あの美味しいって言って喜んで帰ってもらえる、あのその環境っていうのがすごく僕は今あの楽しいです。デコナルというのはこの飛騨の方言で大きくなる、成長する、そういう意味があるんですよね。出会いを通じて広く大きく楽しくなってもらえればなと、そういうふうに変えていきたらなと、それの起爆剤としてうちの場所が役に立てればなと思っています。地方のスーパーマーケットなどの小売店は、大手量販店やコンビニエンスストアの進出、また激しい安売り競争で疲弊し、経営が難しい状況にあります。買うお客様にとって安いことはとても良いことですが、商品を提供する側にとっては事業として採算が取れなくては存続していくことができません。ご覧いただいた伊藤社長は、逆境をバネに夢に向かって目が輝いている人々の活躍の場を作りたいと考え、にぎわいあふれる屋台村の経営に乗り出しました。住む町や人の役に立ちたいとの思いから、柔軟な発想で環境の変化に適応し、今までにない観光スポットを作ろうと奮起したことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。